イナちゃん、来ますよ。何これ、恐怖でしかないやん。怖っ。ケイタくん潰されてますけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。何、お祭り、いいねいいね。これはこれが屋台ですか。たこ焼きがありますよ、食べれる。こっちにはホットドッグもありますね。アイラちゃん詳しいんよね、結構人間の世界に。ウィスパー、先に行くよ。なんと金魚すくいも、どれも美味しそうです。え、金魚すくい、金魚食べる、そっち。友達と一緒に来たってことかな。お、お前ら知ってるか、学校七不思議ってやつ。いや、なんかリンゴ飴持ったんやけど。それくらい知ってるよ、有名だからね。うん、で、え、買った、もったたたに取ったってこと。あ、大森神社、ここ。音楽室のピアノが勝手になるとか、理科室の骨格標本が動くとか。なんか学校の七不思議ってさ、やたら漫画とかではよく聞きよったけど、実際自分が通いよった学校でそんなん聞いたことないな。階段が増えるとか、校庭の銅像が動くとか、まあどれもありがちなやつばかりだね。それがな、それだけじゃないんだって。夜になるとどこからともなく声が聞こえてくるらしいんだよ。遊ぼうよーってな。それ本当？何それ、トイレの花子さんとか。そんなの聞いたことないけどな。最近になって噂が流れ始めてやつだね。当直の先生が聞いたって話だけど、疲れてただけかもしれないしね。当直とかもあるの。なんか学校でそんなの聞いたことないな。泊まったりするのかな、先生って。そうなんだ、それってもしかして妖怪の仕業かしら。絶対そうやと思う。それで七不思議がどうしたの。今から確認しに行こうぜ、その噂が本当なのかをよ。あ、まあ夜やけんね。てかこのお祭り、子供ばっかり、子供じゃないんかな。もうすぐ花火も上がるだろ、学校の屋上から見たら綺麗だぜ。俺屋上から花火を見ながらラムネ飲むのが夢だったんだよな。何その可愛い夢。ついでに噂の真相を確かめたいってこと。まだ。そうそう、そういうこと。どうしよっか。なんかドラマとか見よったらさ、結構なんか屋上で青春しとるシーンとかよくあるけど、屋上って基本立ち入り禁止やったけんちょっと憧れとった。屋上で花火か、ちょっと見てみたいかも。じゃあ決まりだな、学校に集合だぜ。なんか高校の時だけ卒業写真撮るのになんか屋上使わせてくれた、希望したけん。しょうがないな、なんかテンション上がったわ。私たちも学校に行こう、ウィスパー。そんな大声で話しかける妖怪に。誰に言ってるの、あの子ってなるよね。そんなとこにも屋台あるんや。あ、待ってください、エイナちゃん。かき氷、ドキドキ肝試し。肝試しか、したことないな。やっほー、アイナちゃん待ってたぜ。ここの通用口から学校の中に入れるぜ。当番の先生はいないみたいだし、そーっと入ればバレねえよ。本当に大丈夫かしら。見つからなきゃ大丈夫だって。早く鍵を手に入れて学校の中を探索しようぜ。不用心すぎるやろ、なんでそんなとこ開いとん。校内の鍵を手に入れよう、こっから入れると。おお、あ、ここは何、職員室、これか。いいね、学校って。校内の鍵を手に入れた。遊ぼう。あ、もう早速。あれ？誰かいる？ウィスパーでなければ他の妖怪が。あ、ん？なんかケータみたいな感じ、後ろ姿が。え、みんなおらんなったけど、どこ行った？え？あれ？みんな。遊ぼうよ。え？これってクマくんがいてた？かくれんぼしようよ。友達を探しにおいで。え、怖っ、友達どこに隠された。え、ウィス、大変です、アイナちゃん。みんながさらわれてしまいました。きっとこれは学校に住んでいる妖怪たちのいたずらに違いありません。なるほど、いっぱい出てくるんやね、これから。なんとしてもこの声の主を探し出し、ケイタ君たちを助け出すのです。よし、ふう、行きますか。消えたケイタたちを探そう。あ、もう早速ほら、マップ上に妖怪たちが映っている。頑張っていきますか。また悟りちゃんやん、どんだけな。
あ、運河駅を起こしとこ。ペローン。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。運河駅が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。いや、ワープはいいかな。なんか積み上げられとるやん、机が。なぜ？妖怪の仕業？どうしてこんなものがあるのかしら。誰かが意図的に作ったもののようですね。見事に積み上げられています。もしかしてこれも妖怪の仕業？そうかもしれません。しかし一体なぜ。見てください、アイナちゃん。ん？あ、ほら、やっぱりケイタと同じ格好してる。ケイタくん、なになになに。自分で隠れて生きよるってこと。みんなトイレに入っていっちゃった。何やら夢を映すといった感じでしたね。でもこれじゃあ向こうに行けないよ。なんかびくともしないし。少し遠回りになりますが、向こうに行ける道を探しましょう。一緒に行方をくれましたクマとカンチも気になりますからね。よし。うん、向こう側にってことはどっかから降りてくるってことかな。あ、おる。あ、なんか、あ、違う。矢印は、お、なんだこれ。あ、ここも通れんくなっとる。雷の守りを手に入れた。なんだ、どうやって行くんだ。あっち側やろう。でもは、なんかなぜ教壇に立ってるの、妖怪が。ねえ、一緒に遊ぼうよ。またこの声、どこから聞こえてくるんだろう。非常に近い位置から怪しい気配を感じます。調べてみましょう、アイナちゃん。ん？この部屋？理科室を妖怪レンズで調べてみよう。お、あ、動いてる。ちょっと待って、レンズ。あれ、君は何やった？カラカラさんやったっけ。カラカラさんを見つけた。君の声じゃないよね、でも。ラモン。あら、やだ。あなた、私が見えるの？うん。私、友達を探してるんだけど、この辺りで人間を見かけなかった？それってもしかして、生意気そうなちょっと太ってな子供のこと？クマ。多分それ。間違いなくクマのことでしょうね。それなら、ここにいるわよ。え？は？クマくん、やっぱりこの子を探してたのね。でも返してあげない。どうして？どうしてって困ってるからよ。この子私にひどいいたずらをしたの。何？レディーから勝手にあばらを抜いて持っていくなんて信じられないわ。あなた、この子の友達だったら私のあばらを探してきてちょうだい。え？あばらって？なるほど。ひふみ。ああ、確かに右側のが一本足りていないようですね。しかし学校中を探し回るのは骨が折れますよ、あばらなだけに。それなら心当たりがあるの。確か自分の教室に持ち帰るって言ってたわ。早く探してきてちょうだい。それまでこの子は私が預かっとくわよ。仕方ありませんね、アイナちゃん。彼女のあばらを探してきてあげましょう。よし。クマくんが教室に持ち帰ったのなら5年2組の教室にあるはずね。5年2組とかわかるん？5年2組の教室であばらぼろにさ、あ、あそこなんや。お、ああいう感じで柱に書いとんやね。待って、入ってくるんかい。仕切るんじゃ。仕切らないでください。なんか、仕切るんじゃが、先生の席にいるけど。にゃー、なに？あった。意外と骨太だね。え、綺麗なあばら骨を手に入れた。太いんかどうかよくわからんけど。カラカラさんにあばら骨を返そう。あれ、さっき出てこんかった？気のせいか。なんでさ、みんなそうやって先生の位置に降りたがるん？はい。それ私のあばら骨持ってきてくれたかしら。うん、これだよね。綺麗なあばら骨を手渡した。おしゃれ。はあ、よかった。これが見つからないから心配で、ご飯も喉を通らなかったのよ。骨なのに？確かに。食べれるん。全部落ちてきそう。
これで安心して眠れるわ。夜更かしは美容の大敵だものね。骨なのに皮膚がない。それじゃ約束通り、この子は返してあげる。おお、出てきた。大丈夫？意識はある？あ、俺どうしてこんなところにいるんだ。どこから記憶がないんだろうか。まあいいや、俺は先に屋上に行くから、アイラちゃんも来てくれよな。よくないやろ怖すぎやろ。それにしてもピンチの時に助けてくれる友達がいるっていいわよね。私もあなたみたいな友達が欲しいわ。いつもここに一人ぼっちだからすごく寂しくなるのよね。あ、お、まさかの。それなら私と友達になろうよ。え、本当？うん、それなら寂しくないでしょ。あ、よかった。その辺の友達にならんくってもなってくれるんや。はあ、これが女の優勝。私あなたに一生ついていくわ。これ主人公が男の子やったらセリフ違うってことよね、きっと。カラカラさんと友達になった。カラカラさん、かわいい。いいです。いいね、いいね。おしゃれ。ってことはこれから先解放してもらうためのやつも仲間になってくれるんかな。あなたのためならいつでも駆けつけるわ。ピンチになったら呼んでね。私たち大親友だもの。大親友にまでなったのか。やりましたね。思いがけない友達ができましたね、アイナちゃん。クマは屋上に向かったようですし、早いところあなたの二人を探しましょう。そうだね。お、何？行きますよ。あちら側のドアが開いたようです。行ってみましょう。閉まっとったんや。まずそこからケイタとカンチを探そう。あれ、開かんのかと思った。おっと、こっち。あ、階段上がっていくんか。あ、すごい綺麗な空間。待って、こっちじゃないね。いいね、なんかこういうの。小学校の時こういう感じのスペースあったよ、教室の近くに。みんなの自由な教養スペースみたいな。なんか動き回りよる？何あれ、人面犬の進化系って感じかな。やっぱりみんな教団におる。あ、ここか。音楽室？あ、ねえ、びっくりした。あ、カンチ君。ねえ。聞こえるだろ？ピアノが鳴ってるんだ、勝手に。お、喋るぞ。ウィス。このピアノの音、怪しい。怪しすぎます。音楽室、机ないんや。私らあったけどな。調べてみましょう、アイナちゃん。あるよね、普通。音楽室を妖怪レンズで調べてみよう。あ、なんか座っとる？誰だ？全然見えない。モテモテンを見つけた。ほう。どんな感じ？あ、かわいい感じかな、これも。これが噂の七不思議。下手くそなピアノか。下手くそなんや。カンチ君、何してるの？ん？ああ、アイナちゃん。なんか気づいたらここにいたんだけど。こっちは意識ちゃんとあるんよね。見てよ、このピアノ。何もいないのに勝手になってるんだ。何か仕掛けがありそうだけど、それにしては下手くそすぎない？中に機械があって壊れているって可能性も。本人は気にしないの？ねえ、そこの可愛いレディ。彼を何とかしてくれないかい？人がピアノの練習してるとこなのに、ダメ出しされてへこんでるんだ。女の子に聞かせるための練習台に連れてきただけなんだけどさ。そういう感じ。君を連れてくるべきだったね。それは私が困るけど。ねえ、カンチ君、一緒に屋上に行こう。クマ君たちも待ってるよ。うん。ピアノにしか聞かないか調べたら後で行くから、待っててよ。お、これは。やれやれ。わかった、わかったよ。ちゃんとした演奏を聞かせればいいんだろ。ねえ、すまないけどレディ、図書室で楽譜を取ってきてくれないかい？あれさえあればきっと、君も素敵な曲を続けられるんだよ。え？そういう問題なん？下手って。ついでにそこの彼も納得して、こっから立ち去ってくれるはずさ。ほう。アイナちゃん、ここはひとまず従いましょう。ウィス。カンチもこのままでは動きそうにないですからね。そうだね。ここはなんか自分の意思で動きたがらないという。図書室で楽譜を探そう。どこだ図書室。この階？あ、この階っぽいね。
あ、ここから入って向こうから出れるってことかな。アイテム。実の秘伝書を手に入れた。気づかんやん、あいつ。あ、ここや、図書館。お。図書館、図書室。で、この棚。ピアノ曲の楽譜。この楽譜でいいのかな？ピアノ曲の楽譜を手に入れた。ふぅ、こんな簡単に来れたのか。モテモテに楽譜を持っていこう。行っていきます。お、気づいたけど。大丈夫。モテモテ、こっちか。持ってきたよー。はい。どうぞ。ああ、かわいいレディ。僕のために楽譜を持ってきてくれたんだね。うん、これでいいかな。ピアノ曲の楽譜を手渡した。レディ、君はなんて素敵なレディなんだ。お礼にとびっきりの演奏を捧げるよ。どうか僕の演奏を聴いてっておくれ。ちゃんと上手くなる？うん、なんか全然レベルが違うんですけど。すげえ。うわ、素晴らしすぎるやん。何？要は、覚えてなかったってこと？解明を。今の演奏はなかなか悪くなかったね。うん、いい感じだったよ。何様。やれやれ。僕はやりきったよ。下手くそなピアノの謎は解けたよ。これ自動演奏ってやつだね。きっと中の機械が詰まったか何かでおかしくなってただけなんだ。謎も解けたことだし、僕も屋上に行こうかな。ふんふん。さあ、これであとはケイタだけ。カンチも納得してくれたようですし、私たちもケイタ君を探しに行きましょう。そっか、もう行っちゃうんだね、レディ。向こう側の扉の鍵、開けておいてよ。君との別れは惜しいけれど。ピアノの練習を続けなくちゃいけないんだ。あ、この子は友達にならないの。お、鍵が開いたっぽい。また僕に会いに来てね、レディ。まあ、いつかね。あ、こっちから降りていくってことか。あれ？え？どこ？あ、これか。うん、びっくりー。一回よね。ここから。あれ？気づかなかったの？あいつ。ちょ、待って、そこの。え、保健室広。保健室にこんなでっかい机なかったけどな。すごいね。めっちゃ広いね、ここ。え、なんか、雑談とかできそうな机まであるやん。あ、そしてここ。アイラちゃん、この中から非常に強い妖気を感じます。準備はいいですか？うん。待って、よくない。回復しとく。よし、行くぜ。強い妖怪に囚われてるの？ケイタくん、やっぱトイレやし、花子さんじゃない？遊ぼうよ。この声。ね、遊ぼうよ。そんな可愛いものじゃなかった。遊ぼうよ。気をつけて。アイナちゃん、来ますよ。何これ、恐怖でしかないやん。怖っ。ケイタくん、潰されてますけど。お肉もも。何その可愛い名前。全然そんな可愛い名前じゃないやん。え、キモ。やめてや。私がクモが大嫌いということを知っての。諸行か。炸裂肉球。え、これ帰るときはちゃんとその横の机とかはなくなってるんでしょうね。すっと出ていきたいよ、すっと。どっか狙えるとこあるんかな。電電シャワー。なんか足にダメージ与えるよかな、これ。ね、ぽいよね。え、雲の糸が、これはちゃんと攻撃できるんすか？いけい。激流一戦かっこいい。おお、いいね。お祓いになるのか、これも。連打連打。あ、なんか落ちてきたよ。おいしい。寒がり。いくぜ。
かか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 かいけい、ガリガリつらら、これを知ってちょ、お払いしとこ。あ、違う、これこれこれ、上 YFARR LL 上、ふう、難しいね。よし、行こう、シシコマ、ゴゴゴゴゴゴ。あんまり体力が減ってないような気がするぞ。入ってます。どこ狙えばいいんやろ。特にないんかな。ひと玉バースト、おー。あー、そしてちょっと待った。あー、待って、はっ、さすらい玉、そしてお払い。 R 上下、左 YA、 左上 YY X、 左 Y、 ふう、これでジャネガブーン。おお、なになに、電気系なんやこいつ。でも電気系結構効いたような気がしたけど、なんきのせい。あ、サムガリが大丈夫か。ジャネガウェイブ、ジャネ、よし、これでジバニャン、いくぜいくぜ。ジャネガウェーブは何、攻撃技なの、よくわからんねやけど。あ、またひっついとる上に、百裂肉球。時間が経ったらまた戻るってことか。あんまり攻撃を与えられていない気がする。頑張って頑張って、みんな。もうちょっとで寒がりの技がたまる。どうや、いけるか。なになに、お払いせんといかんのじゃない。ほらほらほら、もう全部この単純な連打にしてくれんかな。お払い、おいし。そして寒がりがいける。ゴゴゴゴゴ、炎系、あ、炎系じゃいかんか、電気やけん。何が効くの、わからない。ガリガリつらら、ガリガリ。そしてハイジバニャン。あ、電波小動画、落ちてる時じゃないとあんまり攻撃が効かんってことかな。ね、なんかぽいよね。おいし、行くでいい。みんな頑張って、超絶頑張って。回復は誰が使いよ、ジャネガブーンが使いよ。電源ショット、サムガリももうちょいで溜まりそうやけん。よし、いくぞ。あ、もうちょいもうちょいもうちょい、これでいけるんじゃない、どうよ。ヒトドロバースト、ゴー。あ、もう、ふぅ、もうちょいで死に際がアイテムで終わるところやった。勝利。いや、こんな暗いトイレでさ、夜の暗いトイレであんなん出てきたらもうね、もうね、気絶するよね。無理すぎ。あ、全員レベルアップ、やったね。ふぅ、さあ大丈夫か、ケイタくん。ウィス、ふ、危なかったですね、アイナちゃん。なんとか。この妖怪、何だったの？まあ、知らんけど。見たことのない妖怪ですね。情報見つからないようです。もっと可愛い妖怪想像しとったのに全然違った。遊びたくない。妖怪の世界でも国際化が進んでいますから、嘘から来た妖怪だったのかもしれません。もしかしたら寂しくてケイタ君を連れてきてしまったのかもしれませんね。友達が欲しかったのかな。なんでもっと可愛い妖怪にせんかったん。え？あれ？ここどこ？トイレ？いつの間に来たんだろう。ね、ケイタくん、アミナちゃん、なんで男子トイレにいるの？確かに。もしかして俺みたいに変な声聞いて目が覚めたらここにいたの？うん。そういえばクマとカンチはどこに行ったんだろう。屋上で待ってるよ。私たちも行こう。
あの声に導かれてきたのか。でもあの声に導かれたのはケイタくんだけ。他のはカラカラさんとかいろいろ違う子たちに連れて行かれとったもんね。それにしても気になりますね。私も知らない妖怪が増えている気がします。一体何が起きているんでしょうか。ほら先に来とる。アイナちゃん待ってたんだぜ。花火に間に合ってよかったね。もうすぐ始まるよ。そっか、花火とか言おったっけ。忘れとった普通に。お、来たよ来たよ。いいね、今年は花火も見てないけんな。もうあつ森で花火を見たぐらいか。お、いいね。なんかあ、みんなラムネ持っとる。綺麗だね。クマのラムネだけすごい小さく見えるんだが。え、なんで、うい、2本。でも瓶のラムネってなんか美味しく感じるよね。炭酸やけど。お、オロチ。なんだ、君も花火に興味があるのか。ちょっと待って、ウィスパーの「うえー」って声うるさいんやけど。続く。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、なんかね、今年はゲームでしか花火を楽しんでいないけれど、まあ夏がちょっとでも感じれる部分があるのはいいんかな。サプライズ花火みたいなのも結局見れてないけんね。